淵上敏信は、日本の実業家、社会起業家。株式会社、ガイアシステムの代表取締役会長、特定非営利活動法人ユナイテッドアースの理事長、一般社団法人の遊びリーグ理事、日本ソーシャルイノベーション学会理事、地域公共政策士。18歳の頃、一人一人が幸せを実感できる社会を作りたい。 という強い使命感を感じ、当初は若者を集めて勉強会やイベントを開催するところからスタートし、やがて企業を決意。代表を務める株式会社ガイアシステムでは社会の後期としての役割を高め、人類、社会そして地球に貢献することをミッションとする。地球規模の社会課題が山積する中で強い意志を持って立ち上がった市民がつながり合い、 両親のネットワークを構築し、持続可能な地球の将来社会に向けて、共に実践することが重要であると考え、事業と社会貢献活動において、多数のプロジェクトを推進している。1987年広告大利業や IT、関連事業を手掛ける株式会社シャンバラを企業。1990年、株式会社ガイアシステムを設立。2001年より、 自身の所属する経営者が集う会で勉強会を立ち上げ座長を務める。2010年12月まで10年間にわたり、毎月開催。約500から700名の参加者が学ぶ会に成長。2002年9月、中国量産佐藤や支援プロジェクトとして、中国支援省量産地域に住む子どもたちへの自立支援活動を開始。2006年10月、 社会活動家活動の推進のため、NPO 法人神戸国際ハーモニーアイズ協会を設立、同 NPO 法人理事長に就任。同年11月には、国連本部、コのヒューマニティ会議に出席。2007年国際コミュニケーション協会と、国連 NGO、ニューヨークメトロポリタンマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、財団が、 世界平和に対して推進活動を行う個人や組織に授与するワールドハーモニー賞を受賞。2009年4月チャリティ専門音楽レーベルハーモニーアイズレコードを設立。チャリティアルバムキャッチザピース絆が8月6日にリリースされた。同年11月蒸気チャリティ CD の売り上げをもとにケニアで支援活動を展開。2009年カンボジアにて 支援活動を開始。プレーベング州における井戸建設活動2011年3月11日に発生した東日本大震災に対して宮城県南三陸町とめ市に拠点を置き復興支援活動を展開。全国各地から集まった延べ3万5000人のボランティアとともに緊急物資支援のほか被災者への心のケア、産業、雇用の創出における取り組みを実施。 2013年、2014年には次世代の社会、企業化育成への取り組みとして、ソーシャルアントレプレナージス戦学、世界に希望を増やす事業を、天理大学にて開校。また、2013年11月より同志社大学にて、関西の学校に通う学生を対象とした、ソーシャルアントレプレナージス戦学学生コース、社会人コースを開校。 2014年8月国際教育学会理事に就任。2017年より、有事の際にリーダーシップをもって組織的実践ができる人材を育成する研修、災害復興メンバープログラムをスタート。2017年7月九州北部豪雨災害支援活動として福岡県浅倉市に拠点を置き、災害復興支援活動を実施。 2018年7月西日本豪雨災害支援活動として愛媛県宇和島市に拠点を置き災害復興支援活動を実施2018年11月一般社団法人の遊びリーグ理事に就任2019年12月日本ソーシャルイノベーション学会理事に就任2019年10月台風19号支援活動として栃木県鹿沼市に拠点を置き 災害復興支援活動を実施。2020年新型コロナ流行を機に生活を送る上で困難な状況にあるご家庭への支援活動として、一人親家庭支援プロジェクトを開始。ありがとうございます。